ティモンディチャンネル。今日はプロ野球スピリッツエースリアルタイム対戦3連戦企画。おめでとう。前回はい2勝1敗ということで、そうですね、なかなかないい成績を残しましたけど、うん、はい、まあ、過去の己を超えていき企画ということで、達人4位ですよね、目指すは。ちょっと配球を工夫してみて、ちょっと被打率が下がってきてる感じはしますね。なるほど、はい、あともうちょっと逆方向へのヒット、これが増えればどっちもケアできるんで、ちょっとここ意識してやっていきたいと思います。先発は斉藤和巳投手です。2球種フォークが、でも短いフォークをどこで使うかがだいぶポイントなんですね。結構分からず、なんとなくフォークで振ってきて結構打たれる時もあるんで、だからでかいフォークを何球か見せて、どこで裏回転か、ここ意識しないと。1番の吉田選手、お願いします。先に1球様子見だ、短いの打ち、もう1、もう1球早いの、ん、大きいの、早いの合ってないのか、ここ入れたい、おお、様子見、ん、何待ってんだ、ここCM またぎ、またぎましたね。これこっちかな。いや、ないか。あれ。どうだ。また CM 行った。どうだ。いい瞬間だ。うちに来てる。掛布さん、うちに来てる感じするよ。これ CM 分け、ホームランあるよ。どうだ、CM 分け。おお引っ張りだー、何のゲーム。短いの、おお、おっきいの、どうだ、おお、速いのはないのか。お、大野投手、切れるタイプの通信。外。球種はそこが多くはないんですけど。流し意識であそこが難しいな。引っ張り引っ張りと思ってればまだ。ここは引っ張り。ここは引っ張り。引っ張り。外かな。縦落ちを流し、縦を流し、流し、おーいしょ、うまい、うまい、うまい、グラブトスゲッツ。2階の表、うまかった。最初の今の誰、山田です、山田ですね、うん、洗い場を彷彿とさせるいいゲッツでしたね。ここどうだ、で早いの、多分ついてこれないかな。うちの制球がここ、そうですね、はい、うん、前、 OK、
散らしとかないとまっすぐ張ってきそうだな。うん、こうストライク。うん、手入れそらいな。ここの反応が見たいんですよね。おおおん、合ってはな、合ってないことはないのか。何かに絞ってるんですかね。ああ、なるほど。そっか。そうそう。今の大きいフォークがこれだったら多分追い込んで小さいフォークだ。うまい。張ってますね。打ちまっすぐ、ちょっともう。インサイド張ってるな。張ってますね。よし、引っ掛け。引っ掛け。おお、無理くり。あ、強い。変化量マイナス1か。小さめに。あら、あ、違う。外、外は流しだ。また癖出た。外は流し、クール流し、流し。早い。流し、クール流し。まっすぐ、まっすぐ来い。うん、流し。流し、ほい。あそこの切り替えですね、やっぱり流し意識の時にどう引っ張れるかな。オバランド、レッツ、はい、いいよ、いいとこ。こう、うん、こう、ここ、うん、どうだ。よーし、いいよ、いい、今の使い方ですね、短いの。いいバッターだな。シュート。オッケー。よし。ガンガン引っ張る。おお。左。マイナス1。よし。さあ、来い。逆方向捨てて、ありがとうございます。インコースド引っ張り、ド引っ張り、ド引っ張り戻しても、いや、今のは最後気持ちよかったですね。そうですね、もう最後はもう全部捨てて、思考捨てて、逆とかじゃなく、ちょ、普段通りの。何だったんだよ。だから普段通りに行けば打てるってことですよね。うちが来てくれたらですね。だから外、僕こう名前高岸で行ってるんで、はい、外弱いなって思って、そこを攻められた時にあの思考だったら打ててないんで。なるほど。なんとかここちょっと外を打つ練習を実戦で、はい、実戦踏まえてちょっと養っていきたいですね。今回のこの3連戦テーマは外ですね。外、外を逆方向、逆方向でホームラン打てればもうちょっと一皮むけたらっていう感じれるんで。おー、いいピッチャー、金子投手。打率高いですね、3割超えてる。こういう変化球ピッチャーは特に外意識でいた方が空振りも少なくなりますからね。よし、お願いします。外、
先多いな。OK 外。ちょっと外。外。外。これが効いてきますよね。下の2球種。あら引っ張ってるな。まだ早いか。ギリギリ三塁線。三塁線意識。三塁線。三塁線で。あら、まだ早い。三塁線。はい。線。おお。うん、そうですね。二問目。さあ、ツーシーム待ちだろうな。外。外を引っ張らす。これを引っ掛けさす。で、もうツーシームに見せかけるスプリット、もう1球、これカウント欲しい。おー、ナイス。ここで待ってそうな。よし、うまいな。この打ち方したいですね。参考になりますね。参考になる。その選手足ある。打ち。ちゃってるかな。いい球。なかった。ピンチをしのぎましたね。よーし、切った。選手の交代をお知らせいたします。左は外投げてくるんですけど、右はもう引っ張りでいいな。引っ張る。あ、取った。外だ。進塁。打ち来い。来い。ナイスボール。まっすぐ捨てた方がいいのか。 OK、 短いスプリットあるよ。おお、チャンス。よし、ここはもうガンガン引っ張ろう。うわー、うまーい。いい配球。今のは分かんない。来い。あ、お、早い。早いね。センター返し基本。早いか。ここで。
おお、ここで取りに来てますね。うまいよ、つけ。うまいよ、つけだ。やらした。ここの2点でかいですよ。大きい、大きいですよ。シュート、金本選手は追っつきやすいんですね。ラインドライブあそことなりやすいから。お、ハイピンチ。攻めだ。基本は打ち。オッケー。ボール。ボール。で、こう詰まらす。うん。こう。あれ。買い迷って2点差だから、はい、一発ある選手来そうですね。おどうしよう。定位置でいいか。定位置でいいか。ここ引いてくる。よーし、ここ、攻めてきてるなっていうのはあって、1球見せた次はもう早いのだろうって完全に配球読みしてましたね。素晴らしい。さあ1勝1敗で、はい、ラストです。ラストいきますね。じゃあ3戦目ゴー。対する相手が藤浪投手。藤浪投手はまっすぐがちょっと得意球なんで動くんですよね。それとツーシームの見分けが難しいっていう。でプラスで同方向の変化球が2つあるのかな。だから結果似たような球が3球種あるんですよ。そう絞るのはなかなか見分けですよ。よし、お、引っ張り警戒です。うわー、いやいや、通信。おお、意識は良かったな。外引っ張りだな。おお、ストレートの変化結構
大きい、そうなんですよ、カットボールぐらい来るんで。よいしょ、違う、シュートか、シュートボールぐらいのね、大きさありましたね。早いの、うわー、今のだ、今の外だ。はい、多いですね、一番丸さん。おー、入ってる。そうなんですね、ポリゴンがね。オーケー、振ってこないと分かんないんですよね、傾向が。おー、まあ、打ち込んないと分かんない、速いの。てくるか、うん、そう、ゲッツ、あーナイスコンビ、ちょっと分かりにくかったですね、どこが反応系かもしれない。あー、なるほど、もう待つとかじゃなく、うん、よし、早いの、ここだ。そうですね。よーし、これだ、これ、これが理想ですね。逆方向意識の。よし、早いの。オッケー。ボールか。外。いいよ、今の引っ掛けずいったのは良かったですね。逆、おお、早いんですよ。おお、早い、外かな。うん、3つ続けたで、まっすぐか。まあ基本打ちでしたね。いや、でも2打席でかい。よーし、2発、ちょっと反応が分かんない。打ち、よし、ちょっと散らしましょう、分かってないんで。よし、どうだ、おー、難しいバウンド、よいしょ。いい守備ですね。足の運びが良かったですね、今のね。あれ、変な回転かかるタイプのね。いけるなんて。OK! いい運び、よーし、早いの、通信も、よし、もう1、ツーシーム張ってるだろう。よーし、ありがとうございます。最後、はい、いい感じで勝ち切りましたね。そうですね、逆方向意識がホームランにつながってよかったですね。あともうちょっとこの内を引っ張りつつ外来てもうまくセンターから逆、ここ対応反射でいけたらまた打率上がりそうですね。以上、プロスピリアルタイム対戦企画でした。また。